はい、葛飾区より NHK をぶっ壊す、現在、葛飾区の第3回定例会が行われていまして、今昼休み、中なんですが、北見市役所から今一報がありまして、まあ、一報というかですね、ちょっと熊という熊さんという名前で、本名というのはちょっと精神が異常の可能性があるんで今本名は伏せますが、NHK から国民を守る党の党員であれば全てが、まあ、あの党の関係者であれば知ってるですね、熊さん、昨日からちょっと警察の方に相談を北見警察の方に相談をしておりまして、まあ、昨日ですね、まあ、電話迷惑電話に関してはまあ、これ直ちに処罰をする法律がないんですが、まあ、昨日北見市役所の方で、勝手に市役所の電話をですね、着信した電話を勝手に出たり、北見市役所の職員が電話対応しているのを横から電話を勝手に切断をすると、いわゆる勝手に電話を切ると、業務用の電話を切るというようなことがありましたので、その場現場から、まあ、そのまま市役所の人もですね、逃走するというか立ち去ることを止めなかったんですが、それでそういうの件について昨日北見警察署と北見市役所の方に相談をしておりまして、次回こんなことがあったらちょっと警察を呼びますという、まあ、本人を確保しますという約束をいただいたところでですね、今朝北見警察がこの熊さんの家に電話をして、こういうことをしないようにという説得をしたんですね。その連絡が先ほどありました。その警察からの連絡の後に、早速ですね、熊さんから僕にどうして警察に行ったんだみたいな、そういう、まあ、脅迫というか電話がありまして、ですぐにそこにいなさいと言ったところですね、ですぐに僕が北見警察が北見市役所の方に折り返したところ、まあ、勝手にですね、これ北見市役所の職員が出なきゃいけない電話に勝手に熊さんが出たということで、電話に出てですね、しばらくして切ったんですけど、もう一度北見区役所に電話をしたら、別の職員の方が出られて、今熊さんを総務課の人間が確保していますということで、まあ、威力業務妨害罪の疑いで現在、北見市役所で熊さんが確保されて、で僕直ちに警察に北見警察の方に電話をしましたので、その担当の生活安全課の刑事の方がこれから警察の方が現場に向かう予定であります。まあ精神的にちょっと異常を持ちであるということは熊さん理解、僕はもう理解してるんですけども、あまりにもですね、夜中とかも関係なくですね、着信拒否をしてもそのいろいろだお店、カラオケボックスやコンビニエンスストアに行ってはですね、携帯電話に電池が切れたとか、そういうことでですね、夜中の2時、3時、4時とこんな時間帯にもですね、うちの党の議員や立候補予定者の電話にガンガン電話をしてきてですね、まあ、迷惑行為をしているということで、まあ、今回民事裁判を提訴しているところなんですが、まあ、その前に刑事事件の、まあ、今被疑者というかね、刑事罰があるような、まあ、威力業務妨害ですね、いわゆる市役所の電話を勝手に出たり勝手に切ったりということはもう完全に威力業務妨害罪でありますので、ここはちょっと犯罪者ということでしっかりと警察に、まあですね、対応していただきたいと思っております。以上です。葛飾区より NHK をぶっ壊す。